マイダンジョンカード全アイテム必殺技解説3分でわかるあなたの才能。さて今日は初めての黄色いカード10番と20番、そして光よりも速く走れの必殺技の解説をいたします。黄色いカード、今までのカードとはちょっと違う。さてどうでしょう。10番ですね。まず10番、これは自分好き、自分のことが大好き、このことを受け入れて自分を愛することができたら脱皮するというふうに書かれてますよね。とにかく自分を愛する、自分が大好き、ね、そして、20番は今この時の光、思考より感情より直感よりもさらに早く自分の進むべき方向に光が見えて体が勝手に行動する、ね、すごい洞察力があってね、今この瞬間を生きて生き生きしているようなね状態がこの20番です。さてこの10番と20番が一緒になると、光よりも速く走れ、目を閉じて高速で走るスターというふうに書かれてますよね。ただただ自分のために楽しいことを全速力で実行することで、それを見た周りの人を元気づける人。この黄色いカードは他のカードもそうなんですけれども、自分のためにとにかく生きていることが周りの人を勇気づけたりするというカードなんですよね。特にこの10番20番光より速く走れは、ホストの帝王ローランドさんが持っているということで、例によく出されますけれどもね、男は俺か俺以外とか、俺のオーラでウィンカーなしでも曲がれるとかね、すごい名言をたくさん持ってらっしゃいますけれどもね、あんな風にこう本当に俺様はいつも高尚な世界にいるんだっていうようなねことを、まあ、根っから信じてて、でそれを言うことで周りから浮いてるんですけども、その姿が素敵というね。特にねこれを持ってる人は人と同じことをする必要はないですよ。人目を気にしないでね、高尚な自分を信じてどんどん生きていく、行くことでね、完璧なタイミングで自分も人も覚醒していくというね、面白いカードですよね。はい、この10番と20番に関しては他の番号との組み合わせでまた違う必殺技も生まれますので、それもまた後ほど解説していこうと思います。はい、今日はですね、初めての黄色いカード10番と20番、そして光よりも速く走れの必殺技についてお伝えいたしました。最後までいつもご視聴ありがとうございます。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。